はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの W106 の BB っていうのが入ってきました。106っていうのと 106B っていうのがありますけど、その後もうちょっと製造が年代が新しくなって BB っていうのがあるんですね。でこれは製造がちょっと新しいだけではなくて色が違うんです。今まではウォルナット木目の茶色い色ですけども、この BB はワインレッドなんですね。こういうワインレッドタイプの猫足を探している方もいらっしゃるかと思います。これがその BB の方です。こっちが普通の W106 の方ですね。色が全然違いますね。猫足のデザイン全く一緒です。形一緒ですけども、これがウォルナットで、こっちがワインレッドですね。赤い色です。赤いピアノを探している方、ね、いかがですか。木目も綺麗ですね。猫足の形は一緒です。ペダルは3本。中を見てみましょう。よいしょ。106BB、404894という400万台ですからね、だいぶ新しくなりますね。はい、ハンマーの状態です。はい、まあ普通程度に弾いてられますね。音域的には高音のこの辺まで減ってますので、そのあちね、そなた、そこそこのレベルまで弾いてられたかなと思いますね。状態をちょっと見て、このね、ここに大体見たらこれ分かるんですけど、記録表が入ってます。これ京都の、ね、方から引き取ったんですけども、ヤマハピアノ点検カードが入ってます。最初の調律が昭和60年ですから、まあ、そんな古くないですね。中古の世界ではね、調律の記録は ありますね。もうここ書ききれなくなって裏に書いてあります。平成の20年まで使ってられたピアノですね。3年前ですまで使ってられたピアノなので、まあ、そこそこずっとね弾いてられたのかなというふうに思いますね。トーンエスケープ、ここから音に前がで、ね、抜ける、これがね結構いいんですよね。クリアに音が聞こえますから。はい、網が張ってありますね。はい、じゃあちょっと音の響きを聞いてください。やっぱり大型ピアノの低音の重厚さっていうのはすごいですね。あんまりキラキラとした感じではないですね。まろやかな感じのヤマハピアノになりますね。響きを聞いてください。伸びますね。広がりがいいですね。 YouTube がステレオでよかったですね。モノラルじゃなくて